やっほう。やっほう。いきなりなんだけどさ、以前、湖南町がその後どうなったのかについて解説したことがあったよな。めちゃくちゃいろんな人が見てくれたやつね。その時に、現在の江東は北町だっていうコメントや、南町じゃないのっていうコメントを多数いただいたよな。かなりたくさんのコメントもいただいたわね。ありがたいことだわ。で、一応現在の江東は、系譜通りに遡っていくと北町にたどり着くわけだけど、コメントの中には、いくつか南町じゃないのっていうコメントもちらほら見られるわけで、なぜこういう意見があるのか気にならない？確かにそう言われればそうね。宮内庁が発表してる公式な系図を遡れば、北朝であることは確かな感じだけど、実はその原因は明治維新にあるんだ。どういうこと？なんで？ということで今回は、現在の江東が南朝だという意見が生まれるきっかけにもなった、今も囁かれる明治維新の闇について解説していこうと思うよ。それ解説して大丈夫なの？消されたりしない？とはいえ、失点も不明な点が多かったりするから、私としても肯定もしないし否定もしないし、あくまでこういう説もあるんだぜってことで、消されないかな。ではでは。まずは、幕末、異国嫌いとして攘夷運動を過激化させる一端にもなった天皇、孔明天皇について囁かれる説について解説していくぜ。なになに、幕末の1866年、幕府が降伏要件を履行しない徴収を征伐するために始めた第二次徴収政党。この最中に将軍だった徳川家茂が亡くなり、結局として第二次徴収政党は失敗に終わったことで、幕府の権威は大きく失墜。幕府では徳川慶喜が将軍に就任したものの、それから間もなくして、なんと孔明天皇も崩御してしまう。その後は薩長を中心とした倒幕派の勢いが大きくなっていくことになるんだけど、過激な攘夷運動や禁門の変を引き起こした徴収に嫌悪感を抱いていた孔明天皇が、悪政の地に長年悩まされていた以外は至って健康だったにもかかわらず、とてつもなく見事なタイミングで崩御してしまったことから、実は亡き者にされたんじゃないかっていう説が存在するんだ。確かに本当にとんでもない見事なタイミングで崩御したとは思ってたけど、一般的に孔明天皇が亡くなった原因は天然痘と言われてるんだけど、孔明天皇は外国嫌いだったこともあって、天然痘の予防接種、死痘を接種していなかったみたいで、たとえ予防接種であったとしても、外国から来た異物を体内に入れるのを嫌ったからだとも言われてるぜ。相当嫌いだったのね。そして1867年1月16日、風邪気味だった孔明天皇は、医師たちが止めるのを押して宮中で執り行われた神事に参加。そしてその翌日には発熱してしまい、天皇への処方や調薬を担当する主治医格だった人が診察して投薬したそうなんだけど、それでも一向に病状は好転しなかったそうで、1月21日には経験豊富な小児科医2名を招集して診察に参加させた結果、もしかして天然痘なんじゃないかという疑いが強まったみたいで、その翌日には孔明天皇が天然痘にかかったことが正式に発表されることになり、それ以降は天皇の配信資格を持つ医師総勢15人により、24時間交代制での治療が行われたそう。万全の体制ね。その後病状は、治療の甲斐もあってか順調に回復する傾向にあったそうなんだけど、1月30日には容態が急変したみたいで、その日の午後23時過ぎに崩御されたそう。あらららら、一旦は回復したのに、今の霊夢と同じように、一旦は回復に向かいながらも急変して崩御したことから、どうやらこれが周囲の人には不審に思えたのかもしれない。さらに俗世間とは隔絶された御所で生活してた上に、御所内ですらほとんど御簾の中にいて他人と接触することの少ないはずの孔明天皇が、なぜ感染症にかかったのか。確かにほとんど外部との接触もなさそうだしね。そういったこともあって孔明天皇の天然痘による崩御不審に思う人もいたみたいで、大正天皇、帝名皇后に仕えた元女官は、宮中で孔明天皇の風呂に毒が入れられたって噂されていたことを示唆する発言をしていたり、当時来日していたイギリスの外交官であるアーネスト・サトウは、自身の回想記、一外交官の見た明治維新においても、噂によれば、天皇陛下は天然痘にかかって亡くなったということだが、数年後、その間の消息によく通じているある日本人が私に格言したところによれば、天皇陛下は毒殺されたのだという、って記してたりもしてる。当時から結構噂になってたのね。さらに1909年に伊藤博文を暗殺した安重婚、その動機について伊藤の罪状を15箇条挙げているそうなんだけど、その中の一つに伊藤博文が孔明天皇を暗殺したという罪状を挙げてたり、1940年には京都の産婦人科医で医師学者の佐伯理一郎が、天皇が逃走に罹患した機会を捉え、岩倉智美がその妹の女官堀川元子を操って天皇に毒を盛った、
っていう旨の論説を発表してたりといった感じで、第二次世界大戦より以前は皇室に関する疑惑やスキャンダルの公言はタブーではあったんだけど、そういった噂は絶えず流れていたらしい。まあタイミングが見事ではあるもんね。そして戦後に、広告士官を背景とした言論統制が消滅すると、歴史学者の根津正史が、医師たちが発表した御用対処が示すように、天皇が順調に回復の道をたどってたはずなのに一転急変して崩御したことを鑑み、その最後の病状から始祖による毒殺の可能性を推定、さらにその裏には岩倉智美が関与しているといった論文を発表したりしてて、こういった経緯から、現在でも孝明天皇は暗殺されてしまったんじゃないかっていう説が根強く残ってるんだ。まさかの伊藤博文や岩倉智美の名前まで上がるなんて。とはいえ一方で伊藤博文犯人説については、この頃騎兵隊の一隊員に過ぎない伊藤博文が御所にどうやって入ることができたんだっていう反論もあったり、岩倉智美の妹、堀川元子は孝明天皇が没した年には出家してて御所にいなかったみたいで、孝明天皇の御用対処などに記されている天皇の症状が、天然痘の進行状況と同じことや、岩倉智美が孝明天皇の崩御の段階では倒幕の意思を持っていなかっただろうということ。さらに孝明天皇の崩御が岩倉の中央政界復帰に直接結びついていないことなどを指摘して、名城大学の原口清教授は、岩倉天皇暗殺説を否定した論文を発表してたりしてるぜ。確かにそう言われればそんな気もするわね。まあ結局のところ孝明天皇暗殺説については 100% ありえないともあったとも言えなくて、どちらも絶対にないことを証明できないような状態になっているんだけど、とにもかくにも孝明天皇の崩御が長州藩の立場を明らかに変えることになり、倒幕の動きを加速させたことは間違いなさそうだぜ。まあ日本の長い歴史を見てみると、このタイミングで見事にこれが起きるの?ってこと多々あるわよね。そしてさらにこの孝明天皇の暗殺説に付随するように、とんでもない説がある。なになに?これが現在の皇統が南朝だという人を生む結果になった説なんだけど、それが、明治天皇すり替え説。どういうこと?その名の通り、明治天皇はある時点で本来の天皇が暗殺されていて、違う人にすり替えられてるんじゃないかっていう説なんだ。これまたとんでもない説が出てきちゃった。この説は昭和4年に、土佐藩出身で宮内大臣も務めた田中光明が、南朝の子孫と自称する三浦義政に語ったとされる内容から始まったそうで、その内容によると、なんと岩倉智美が長州藩を御所に招き入れて、伊藤博文が明治維新への障害となっていた孝明天皇と、皇位継承者であった睦仁親王を暗殺、そして長州で庇護していた大室虎之助という人物が、明治天皇として即位したっていう話なんだ。誰それ?この虎之助という人物が、なんと南朝の後醍醐天皇の11番目の王子の子孫にあたる人物らしい。だから現在の皇統は南朝じゃないのっていう人がいたわけね。そういうことなんだぜ。そんなことありえるの?その根拠として、明治天皇は生まれつき右利きで、即位前は字が上手くなかったのに、即位後は左利きになっていて字も上手くなっていたとか、14歳で皇位継承した時と16歳で即位の礼を行った時の体つきが全然違うとか、即位前と後で別人のように変わったっていう話があったり、西郷隆盛はわがままを言う明治天皇を、昔の身分に戻しますぞって叱ったっていう話もあったり、意味深ね。何よりも明治天皇自身が北朝の系統であったはずなのに、南朝を正統と認めたことなどなんかが、根拠として挙げられることがあるんだ。さすがに人が変わってたら大騒ぎになりそうな気がするけど、さらにここから発展して、小さな田舎町だったはずの田伏町から、岸信介と佐藤栄作といった二人の総理大臣を輩出したのは、明治天皇の替え玉として長州藩が用意したとされる大室虎之助が田伏村出身だったこともあって、明治天皇のすり替え以来、田伏町とその周辺の出身者や関係者が、日本の権力構造を牛耳っているとする説なんてものもあったりするぜ。なかなかとんでもない説まで出てきたわね。とはいえそもそも田中光明が三浦義政に語ったとされる内容は、田中光明自身が語ったという証拠は何もなく、孝明天皇崩御時の長州藩は依然として朝敵状態だったし、京都に潜伏するのも簡単ではない中、当時謹慎中で御所に参拝できる立場ではないはずの岩倉智美が、一体どうやって長州の人を招き入れるんだっていう反論や、明治天皇の即位前と後の身体的特徴や性格の変化については、成長期には誰しも起こる一般的な変化だろうっていう反論もあったり、まあ成長期だったら急激に変わることもあり得るし、即位したからこそ変わったっていう部分もあるわよね。そして明治天皇が南朝を正統と認めたのは、三種の神器を所持していた五亀山天皇までで、南朝の五亀山天皇から神器を譲られた、北朝の五小松天皇以降は、
北朝が正統としているっていう反論や、明治政府の議会で南朝が正統と議決されたものを天皇が追認したようなものだから、詔書さえも作成されていない極めて曖昧な形をとってるっていう反論もあって、皇居前に南朝型の庄として有名な楠木正成像があるのも、敵味方、南朝側北朝側に関わらず、楠木正成は中心有志扱いなだけで、銅像が建てられたのも何ら不思議ではないっていう意見もあったりする。南朝側とかそういうくくりじゃなくて天皇に忠義を尽くした人だからっていうことね。そもそも天皇を利用したい薩長にとっても、孝明天皇からちゃんと正統に続いている人物を即位させた方が建前上も実質上も都合が良いはずだし、若年だったこともあって自分たちの意見で操ることができそうな要定を、わざわざ明治政府の正統性が失われかねないとんでもない危険を犯してまで、すり替える必要性が見当たらないっていう反論もあるんだ。もし証拠とか出てきちゃったら本当に大変なことになるもんね。こういった意見もあって、現在では明治天皇すり替え説は一般的には陰謀論として扱われてはいるんだけど、この説もまた 100% ありえないと言える根拠も、あったとも言える根拠もないことから、少なからず支持する人もいる説になってるんだ。だからこそ陰謀論って思われるくらいに内密にすり替えたとも言えないこともないって感じなのね。まあ結局真相がどうであれ、それを証明するのはかなり困難なんだ。とはいえ北朝であれ南朝であれ、どっちの皇統であっても天皇の血を引いていることは変わりないんだけどな。まあそれもそうね。むしろ南北朝の争いよりも、私は継体天皇の謎の方が、おっと、誰か来たみたいなんだぜ。それでは今回の明治維新の闇に関する解説はここまで。あれれれれ。それでは本当に最後までご視聴ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で。またねー。